デモールゲルは日本のビジュアル系ロックバンド1999年に結成同年3月3日にポリグラムレコードよりメジャーデビューデビューシングル時空旅行及びカップリングに収録されているメロディーは TBS 系テレビアニメペチャップ・オブ・ホラーズのオープニング・エンディング曲にそれぞれ起用されたまたデビューシングルから連続3枚のシングル CD を リリースし業界で話題となる。その後、キングレコード、コロンビアレコードと移籍し、国内外で、精力的に活動する。プロダクションは、ストーンヘブンに所属しており、プロダクション社長でもある作主家の有森里美と,と、バンドリーダーであるイターコックルが、楽曲、ステージパフォーマンスなどを作り上げ、国内外で幅広く活動する。ハイロマ以外のメンバーが脱退した2007年以降は、 カイローマのソロプロジェクトとして活動。活動を舞台やテレビドラマなど幅広く出演する。デビュー前から深い交流のあった西城秀樹、本田美奈子、河村隆一からの強い応援もありコンサートやイベント、ディナーショー等の演奏にも出演した。2012年以降の活動はプロダクションを離れるが、これまでの経験を生かしここに活動の場を広げている。 グループ名の由来はフランス語のレゴージャーからで、三つの R を L に変更し、力強く意味を込めている。一つ目は、愛が溢れる、ラブ。二つ目に運をつかむラック。そして三つ目に生きるを意味するライブという三つの L を込めている。また、メンバー全員が、芸名に関している L に置き換えている。ドラマ CD 他にも多数のテレビ出演あり。ドラマ、バラエティ、ありがとうございます。